します。お願いします。さあ、今日はどうしましょう。すごい白髪私伸ばせたんです。伸ばせたんですよね。止められに行きました。頑張りました。すごい伸びて。本当です。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。なんか。今日、そうですよね、はい。ハイライト入れられるかなって思ってる。はい。ハイライトなのかわかんないですけど、その。ちょっとあれですよね。がっつり変えたい自体も。変えた。あ、そうなんです。その、ハイライト入れる時と、頻度がまだ理解できないんですけど、あ、入れない時あるじゃないですか。はい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 、髪がちょっと形があれだからって、来た時に多分軽く染める時にその前入れていただいたそのハイライトの感じがなくなっちゃうのが、やっぱ寂しいなと思って、それがまず伝えたいのと、なので今日はハイライト的な派手になるか、派手っていうか、その派手になるといいなと思って今日は来てます。そうしましょう。はい、お願いします。はい、終わりました。お願いします。カットどうしますか。カットも どうしよう、そうだ、すごい短くしたいわけじゃないんですけど、私首が短くて顔が大きめなので、なんかこう短い方が立った時のバランスはいいのかなって自分が思ってて、短い方、のかな。でも、短すぎるのはそんな好きでもないような気もしている。はいはいはい、はい、すみません、ちょっと半端ないけど、いや、プロ的にどっちの方がいいかって聞きたいなと思っています。そうしましょう。そうしましょう。ちょっと切りましょう。ちょっと長いですよね、はい、今は長いと思って、あのラインくらいまでは行きたいなと思うんですけど、どうですか、まあ、伸びた分くらいですかね。はい、まあ、ちょっと行っちゃいたいなと思うんですけど。行っちゃってください。いいですか。もちろんです。行っちゃっても、いっちゃ、全然行っちゃってもいいです。そのなんかカイトさんが見て、いや全然短い方がバランスいいよって言うんだったら短いのでもいいとは思っている。そうしましょう。はい、そうします。そうしてください。変わりました。お願いします。お願いします、はい、じゃあ今日バレエヤージュっぽい感じで、やった、ちょっといきますね。嬉しい。頑張ります。頑張、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。